さあそれでは早速3位決定戦の第1セットを、はい、参りましょう。波動ファイト。まずはレッドサイド1番奥川翔選手5221、真ん中龍選手3151、手前横新選手5221、対する五名東京1番奥川ビー選手1135、真ん中高大選手5311、手前鶴選手1135といったステータスです。いやユニコーンとほぼ同じような、ね、そうですね、そうですね、アタッカー2人のチャージャーを1人という ね、 そうですね、アークエスもこのスタイルで参りました。いやもともと用意したのか、そうなんですかね。さあだがしかしここで鶴選手が1点を取って、はい、まずはゴナ東京が1点リードしております。残り40秒半分切りました。まずは落ち着いてシールドを割りながら点数を取っていきたいところです。いや汚し選手が本当ずっと避けてますね。はい、ライフ1枚でも、ね、しっかりと避けながらウィン選手がまたも1枚取っていく。さあ残り25秒割って、まだここから攻めていきたいですね。シールド終わってるんで、さあ追いついた2対2、残り時間が20秒経過している。ここからで、ね、アタッカーが2人であるアークエースは少し有利です。そうですね、追加点残り10秒1点差、あとはもう高大選手がどうにか自力でするっていうところですけど、残り時間も3秒前、おーっとこれが試合終了。まずは第1セット3位決定戦の第2セットに参りましょう、はい、あーおー波動ファイト。さあレッドサイドアークエース1番奥川龍選手3151、真ん中翔選手1135、手前横新選手5311、対する五名東京1番奥川鶴選手1135、真ん中ウィー選手5311、手前高大選手が1135といったステータスです。さあ予選と、ね、同じステータスにアークエースも変えてきました。やはり1本目で、はい、壁なしでやったので、2本目やっぱ違うものでやりたいというのがあって、アタッカーが高大選手からウィー選手が変わったっていうこともあって、はい、っていうのもあるのですか ね、 すね。まずアークエースが1点取っております。残り時間が40秒半分切りました。さあシールドを割りながらも、シールドを割ることは、ね、ありません、両チームともに。いや1点リードでアークがまだシールド残っているので、はい、なかなかこの後とは厳しいんですけど、そうですね、さあ少しねちょっとそうですね、今うまく入れなかったですね、はい、残り時間が20秒、2点差。さあここでアークエースも最後のシールドを張っていきます。ここでウィン選手も、ね、死角を捉えているんですけども、はい、おっと取って取られて残り10秒、前に詰めてきます。あまだわからないぞ、あと1点届くか、この東京逃げ切るか、アークエース3秒前だ、どうなる、おーおっとだすごいすごい延長戦に入ります。いややっぱうまいな。さあどちらか1方がこのセットを勝利を収めることができます。スタートです。アークの方が序盤攻めれるんで、そうですね、ウィン選手がまだ3枚残ってる、あ